兄貴、準備はええですか。ああ、行こう。よっしゃ、キヨちゃん、今行くで。頭、それじゃあわしらは他の場所回ってみます。頭、こっちにはいませんでした。キヨちゃん、ここにはおらんかったか。よっしゃ、次行くぞ。頼むぞ。
そが一体どこにキヨちゃんおるんじゃ。こうなりゃ染谷という男を捕まえて直接聞き出すしかなさそうじゃの。染谷が大浴場にいるようです。キリ7期4階を探しましょう。兄貴、ソメヤいう男、おらんですの。ああ。あん中はまだ見とらんの。たまらんの。よりによってなんちゅう場所じゃ。もう行けん。じっと失礼します。おい。生き返るわい。あ、なんじゃこりゃ。わるはナグモ。これは一体何のつもりじゃ。違うで、わしナグモじゃなで。バカたれ、もう遅いわ。しもた。あれあれ、キリュウさんじゃないですか。ソメヤ、さすがに今度は偶然ってわけじゃないですよね。つうかその格好熱くありません？清美ママは無事だろうな。彼女どこにあった？まさか四代目ともあろうお方が女一人のためにこんな無茶やらかすなんてね。噂通りの人で嬉しいですよ。彼女はどこだと聞いている。答えた方が身のためだ。
なるほど、やる気ってわけですか。ですがあいにく俺にその気はありませんよ。何？奇襲を受けた時点でこっちの不利ですから、あんたと真っ向からやり合うようなバカはしない。俺はね、確実に勝てる時だけ戦ってのし上がってきた男なんですよ。ただ単に臆病なだけにも聞こえるがな。Indeed。 早合点しないでください。俺はこの喧嘩まだ負けたとは言ってませんよ。ん？よく言うじゃないですか、逃げるか勝ちって。てめえ、くそ、逃がすか。兄貴は染谷を追ってください。染谷、観念しやがれ。まったく、せっかく風呂入ったのに汗だくじゃないですか。こりゃまた入り直さねえと。ずいぶん綺麗な体をしているんだな。今時炭なんか入れてちゃ仕事になりませんよ。何？ヤクザが仇を脅してあぶくぜにせしめてた時代とは違って、
今は真っ当なしのぎに手出した方がよっぽど安全で何より儲かる。俺は上からそう教わりました。炭は脅しのために入れるもんじゃねえ。己の生き方を背中で示すために入れるんだ。背中に憧れるってやつですか。夢だな。夢だと。現実はもっとシビアなんです。結局親が子に求めるのはどれだけ組織に貢献できるかでしょ。今じゃ入れ墨なんて入れない方がしのぎになるわけですから、これが極道として正しい姿なんですよ。夢を忘れて金に走るようになったら極道はおしまいだ。誰もが憧れるような生き様背負った男がいてこそ、そいつを担ごうと一つの組織にまとまることができる。さもなければ跳ねっ返りの多い極道なんざ一瞬でバラバラになってしまう。だから金こそが人を引きつける最大の魅力ってことになるんでしょう。少なくとも菅井さんはそう思ってるみたいですよ。まあいいや。女ならこの中に監禁してます。今頃たっぷり可愛がってもらってるんじゃないかな。安い挑発には乗らねえ。彼女の居場所が分かれば十分だ。さっさと片付けてここを通らせてもらうぜ。そう簡単に行けばいいですけどね。伝説とまで言われた四代目が相手だ。こっちも失礼のないよう少しだけ本気出させてもらいますよ。オーイエー。
野郎。大事ないですかい？あれ？桐生さんじゃないの？それに広瀬一家のバカタレも。コシュミス。来ると思うとりました。こちらへ。桐生さん。キヨちゃん、無事じゃったか？ええ。二人ともどうしてここに？それは小清水さん、これは一体どういうことですか？岩見社長。岩見、俺たちは清美ママを助けに来ただけだ。ここに監禁されてるって話だったが。監禁？なんならそれ、わしらは小川して客人の奥さんをもてなしとっただけじゃ。なんじゃそりゃ。いやー、夕食前のいいエクササイズになりましたよ、四代目。清美はね、俺の前のかみさんなんです。なあ、ママがお前の本当なのか？嘘じゃ、嘘に決まっとる。そんな。小川の町に染谷さんの奥さんがおったとは驚きじゃったが、これも何かの縁じゃと思ってのお招きしたいわけじゃ。何か行き違いがあったことは分かりました。ですがこのけじめはつけていただく必要がある。そうですね、小清水さん。ええ、もちろんですわ。広瀬一家は今日限り陽明連合会を破門。総長の広瀬にはきっちり縁故詰めさせますけ。待って、つかさい。広瀬のおやさんは何も。やかましい。染谷さんはの、東京から遠路はるばるわしらとの杯に来た大事な客人じゃ。踊れなんぞの縁故で済む話か。まあまあ、小清水君、せっかくの祝いの席だ。清美さんも怖がっている。些細なことは水に流してやりなさい。会長ですが、この私が水に流せと言ってるんだがね。聞こえなかったか？いえ、わかりました。染谷さんも構いませんか？もちろんです。もともと私が招いた誤解ですから。あんたは闇造船会長伊丹平蔵と申します。四代目岩見会長は岩見造船をはじめとする岩見グループの長老ですが、もう一つ別のお名前がありましてね。クルス・タケル。クルス。陽明連合会会長です。クルス・タケルはいわゆる都政名なんです。ほう。岩見造船の会長が陽明連合会の
イヤミグループの関連各社は、今風に言えば陽明連合会のフロント企業ということになりますが、こちらは息子の常雄で、イヤミ造船の社長です。以後お見知りおきを。よ、ファイナルボス。俺の名前は桐生一馬。東条会の四代目でしょう。当然存じております。どうも、水が入ってしまいましたな。ここは一つ場所を変えませんか。わかった。いい眺めでしょう。私はこの海から見た尾道の眺めが一番好きだ。それに大事な話をするのに海の上ほどうってつけの場所はありません。周りに聞き耳を立てる者は誰もいない。大事な話？実は桐生さん、あなたに折り入ってお願いがあります。どうかこの小清水と染谷さんが交わす杯の後見人になっていただきたい。どういうことだ？ご存知かどうか、陽明連合会はこれまで東条会とも近江連合とも杯を交わさず、極道組織として中立を貫いてきました。それはなぜか、広島が動けば日本の裏社会の均衡を崩すことになるからです。我々が日本最大の組織近江連合と組めば、東条会に勝ち目はなく、逆に我々が東条会と組めば近江連合にとって存亡を脅かす存在となる。だから、もし今我々と東条会が杯を進めていると近江連合が知れば、彼らは死に物狂いで阻止しようとしてきます。一つ間違えれば日本中の裏社会を巻き込む戦争になる。クルス会長、あんたらはそれが分かっていて、なんでそんな危ねえ杯を進めようとする？わしらがそこまで話すからには、まず杯の後見人を受けると確約していただきましょうか。桐生さん、あなたは今の近江連合トップからの信頼が厚い伝説の極道だ。そのあなたが後見人であれば、我々の杯が明るみに出ても近江連合は渋々とはいえ飲むでしょう。堂島の竜の名はそれほどまでに力を持っていると、私はそう思っています。なるほど、事情は分かった。それでお返事は？断る。理由を尋ねても？今の東条会は六代目の堂島大吾が逮捕されて不在、その急場しのぎに代行の菅井が切り盛りしている状態だ。そんな時にこの俺が、下手すりゃ戦争になるって杯を無断で交わすのは東条会六代目への裏切り行為でしかない。なるほど、筋は通ってますな。ただそうなりますと、我々としては染谷さんとの杯を断念しなくてはならない。もしかしたら代わりに近江連合と話をすることになるかもしれませんが、あなたはそれでもよろしいんですか、四代目？どこの誰と杯交わそうが
あんたらの勝手だ。俺はもう登場界の人間じゃない。それはおかしいですね。登場界の人間じゃないとおっしゃるなら、裏切る裏切らないもないでしょう。違いますか？やめなさい、スネオ。キリュウさんからはもうはっきりとお返事をいただいた。この話はもう終わりだ。失礼しました、会長。いきなり無粋なご相談をしてしまってすいませんでしたな。年を取るとどうも話を急いでしまっていけない。いや、それじゃあ食事の続きをするとしましょう。な、覆面どうだった？バレなかったろ？それが南雲の頭が途中で熱いて脱いでしもて、せっかくの黒が水縄じゃ。なんだ南雲、お前根性ねえな。キヨちゃんが、うん、そんな嘘じゃ。こいつどうしたんだ？まあいっか。よし、俺が覆面の使い方を教えてやる。高志ら、お前ちょっとこっち来い。キリュウさん。笑ってんじゃねえてめえ。ママ、帰らなくていいのか。キリュウさんを待ってたの。はるかちゃんの話、結局途中のままだったから。いや、しかし、もういいのか。私なら大丈夫。突然のことでいろいろびっくりしちゃっただけだから。そうか。痛いだろバカ野郎。なあなあ、覆面よかったろ。ちょっボイスさん、空気読んでください。あ、気にせずどうぞ。何やってんだこの野郎。それでハルト君の父親が誰なのかって話だったと思うけど。ああ、心当たりがあると言ってたな。え、それ本当ですか？うん、私ね、辰川くんがハルト君の父親なんじゃないかって思うの。は？誰なんだ？俺の幼馴染で一緒におやっさんの杯受けた兄弟分です。広瀬一家の組員なのか？いや、それがずいぶん前に組抜けまして。清美さん、なんで立つかじゃって思うの？ちょうど遥ちゃんがこの町からいなくなる少し前に、立川くんうちの近所で誰かと電話をしていて、こう言っていたの。産んでも絶対二人とも幸せになれない、下ろすべきだって。下ろすって赤ちゃんをですか？そうでしょうね。もしかしてそん時の辰川の電話の相手が遥ちゃんじゃった言うんで？もちろんその時は辰川くんが誰と話してるかわからなかった。だから嫌な話聞いちゃったくらいに思ってたんだけど、でもその後姿を消した遥ちゃんがハルト君を産んでたってことは。その辰川は今どこにいる？ここを出てく前、東京に行ってメジャーになるとかなんとか言ってましたけど。ん？音楽か何かやってたのか？いやー、さっぱり。とにかく東京行ったらビッグになれるとでも思ったんじゃないですか。辰川じゃったらカムロ町でホストやっとるで。ホスト？高志ら、踊りなんでそこあんなこと知っとんねや。わし、あいつと SNS でつながっとったけ、
東京に行った後もちょくちょく近況報告受け取ったんです。は？なんで俺に知らせずにお前にだけ教えてんの？マジ意味わかんねえ。田頭、そいつと連絡取れるか？いやー、それがここ最近全くの音信不通で、メッセージ送っても未読のままなんですわ。多分携帯変えたんじゃないかの。そうか。はっきりしたことが分からなくてごめんなさい。いや、手がかりがあっただけでも大きな前進だ。カムロ長か。ハルト、もう少しだけ待っててくれよな。キリュウの兄貴、こいつが達川ですわ。こんな奴とハルカが。わしにも信じられん話ですわ。じゃが、清美さんの話を考えるとやっぱり。なんでだよ、ハルカちゃんがよりによって達川なんかと。あいつがハルトの父親なのかよ。なんか俺もうハルトのおむつ変えられねえわ、気分的に。なんでじゃ。それでもあのハルカちゃんの子に変わりはなかろうが。じゃあこれからハルトのおむつ替えは田頭がやるってことで。なんでそうなるんじゃ。ハルカちゃんはわしらの天使で、確かにハルトはその赤ん坊じゃ。じゃけどユータの言いたいこともわかる気するわ。でしょ。やめえバカタレども。男と女っちゅうのは理屈じゃないんじゃの、キヨちゃん。あ、お邪魔しますよ、四代目。ソメヤ、お踊れ。何しに来よったんじゃ、こんけどぶち殺してるぞ。南雲くん、やめて。じゃけど、キヨちゃん。キヨミ、少し話せるか。話ならここで。私はもうキリュウさんたちに隠し事して迷惑かけるわけにはいかないから。四代目に。わかったよ。東京に戻る前に一言詫びときたかっただけだ。騒がせて悪かったってな。それだけだからよ。あ、ねえ、あの子は元気なの？元気だよ。ますますお前に似てきた。会いたきゃいつでも帰ってこい。子供もおるんか。キリュウさん。うん。改めてだけど、ハルカちゃんのことずっと隠しててごめんなさい。もう信用なくしちゃったよね、私。いや、あんたが謝る必要なんかない。長いことハルカの面倒を見てくれたんだろう。俺があいつに代わって礼を言う立場だ。そうだね、キリュウの兄貴。そういや、ハルカちゃんはどうしてるんすか？なんでハルトのそばにハルカちゃんがいないんすか？おお、そうじゃ。わしらハルカちゃんを知らんふりしとったけ、今までずっと危険かったけど。どうしたんじゃ、
キリの兄貴、ハルカちゃん元気でおるんじゃろう。あいつはカムロ町で事故にあった。ひき逃げした犯人は今も捕まってない。え？ほんの何日か前のことだ。命は助かったが何も話せる状態じゃない。医者にもいつ目が覚めるか分からねえらしい。なんじゃと。あいつがその事故に遭った時、ハルトも一緒だった。俺もハルカが子供を産んでいたことをその時まで知らずにいたんだ。そんな。分からねえことは山ほどある。だがまず分からなかったのは、なんで事故に遭った時ハルカがカムロ町にいたのかってことだった。3年前沖縄を出たあいつがこの町で過ごしていたのは分かった。問題はハルカがここから姿を消した後、なんでカムロ町に向かわなきゃいけなかったのかってことだ。普通に考えたらカムロ町に行った達川と落ち合うためいうことかの。そういや達川が組抜けたのってハルカちゃんがいなくなってから結構すぐだったよな。ほんじゃ達川に聞けば全部わかるっちゅうことか。達川はカムロ町でホストをやってるんだったな。それだけ分かってりゃ探しようある。キリュウの兄貴、それじゃこれからカムロ町へ。ああ、ただカムロ町は今東上界と中国マフィアが抗争の真っ最中でな、ハルトを連れて行くには危険すぎる。ママ悪いが、またハルトのことを頼めるか。え、私でいいの？もちろんだ。あんた以上に安心してハルトを託せる相手はいない。ありがとう、キリュウさん。さ、ハルト。明日カムロ町に行くが、なるべく早く帰ってくる。今度は達川を連れてな。うん。キリュウの兄貴、カムロ町、俺も行きますよ。ん？俺は達川を許せねえんです。あの野郎、いつの間にかハルカちゃんに手出してたのか。とにかく俺はあいつをむちゃくちゃにぶん殴ってやらねえと気が済まねえ。わかった、わしも行く。頭が、なんでじゃ。このままここにいんのが辛いんだろう。多分な。失恋のショックっちゅうことか。あの、じゃあ私もう行きますから。たまには男さんに、やろうとつるんでカムロ町を歩き回るのもいいか。達川の野郎、絶対許さねえ。見つけたら二度と立てねえようにしてやる。よっしゃ、わしも明日に備えて支度するか。兄貴、カムロ町着いたらまずはパーッと遊びましょうや。
やっぱり達川のやつ送ったメッセージ全然読んでませんわ。カムロ町行ってすぐに見つかるとええんですが。キリュウの兄貴、うちの頭のこと、いろいろ頼みます。頭がはめ外して揉め事を起こすのが容易に想像できますわ。キリュウの兄貴、明日兄貴のアパートに迎えに行きますから、そっからカムロ町にご一緒しますんで。ああ、わかった。いらっしゃい。ありがとうよ。よそ様が偉そうに歩いてんじゃねえぞ。通行料払いや。体での。じゃこいつ、こんな強いやつ尾道におらんぞ。あんたの側についたらいろいろ便利かもしれんな。よっしゃ、あんたの射程になりますわ。喧嘩したくてうずうずしてたんだよね。
もう勘弁してくれ。あんた本当に強いな。あんたの仲間になれば虎の威が借りられそうだな。時間食っちまった。ゲリオンさん、ジョーカー、さっき遠くからキリュウさんを見かけたもんでさ、もしかしてそこの水軍アパートがキリュウさんの屋さなの？まあな。それよりお前、のんきに街を歩いてて平気なのか？別にのんきにってわけじゃないんだけど、キリュウさんの方こそ問題ない？ああ、だがしばらくカムロ町に行くことになった。え？明日からな。しばらく尾道を開ける。いや、でもカムロ町ってジャスティスのホームなんだけど。ジャスティスとは別件だ。俺の方もいろいろ訳ありなんだな。そうか、それなら。どうかしたか？いや、キリュウさんがカムロ町に行くってんならちょっと思いついたよ。ん？まあとにかくマサオたちにもキリュウさんの事情は伝えとけよ。それじゃ。時間食っちまった。ああ、なんだてめえは。俺に用があるってんなら俺を倒してからいいな。なんて強さだ。すみませんでした。何でもさせていただきますので、はい、たっぷりこき使ってください。いい目。
晴らしい強さだな。まだまだ修行が足りなかったようだ。もしよければあなたの元で修行させてくれないか。もっと強くなりたいのでね。しばらく寝てろ。いらっしゃ。ありがとうございました。
ありがとうございました。いらっしゃ。ありがとうございました。ここがカムロ町。マジで達川のやつこんな都会でホストやってんのか。ユータ、お前東京来るところか広島出んのも初めてじゃろうが、わしらに恥かかせんようビシッとせえよ。田舎もんじゃ言うて舐められたらいけんど。おい、街中でタバコはダメだ。は？今時は東京のどこ行っても歩きタバコはできなくなってるんでな。おそうなんですかよ。俺らに恥かかせないでくださいよ、頭。クソガキが。なら達川を探す前に一服するか。近くにアルプスって喫茶店がある。わざわざ喫茶店でタバコですかい。せっかく天下のカブロ町に来たんじゃけ、女と酒やれる店でも行きましょうや。何言ってんすか頭、遊びに来たんじゃねえんだから。取らせやがって。今外出てるんですよ。だから急いでもう1時間ぐらいかかっちゃいそうだ。いらっしゃ。
ち悪い。お願いです、これを持ってきてもらえます。お願いです。いらっしゃいま。ありがとうございました。お願いです。そう、これです。ありがとうございました。時間食っちまった。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
正解だったようだな。僕また強くなったと思うんですよ。今からお手合わせお願いできません？ああ、構わないぜ。やったありがとうございます。じゃあ遠慮なく。死ねえ、キリュウ。時間食っちまった。しばらく寝てろ。なあ、あんた酒持ってきてくれんか。なあ、あんた。あ、ええんか。そうそう、これや。おおきに。しばらく寝てろ。
もう出て行ってください。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。しばらく寝てろ。どこ行っても人だらけじゃの。都会ってこんなもんじゃないですか。しかしこんなら何しにここに来とるんじゃ。聞こえてんじゃねえぞ。どこの？ああ、わしら広瀬一家注文じゃ。舐めとったらぶち殺すで。頭、ダメですって。今はそれどこじゃないですよ。踊れら顔覚えたけの。覚えとれよ。早く田舎に帰りな、おっさん。着いたぞ。ここだ。兄貴、この店ぼったくりと違うんかの。コーヒー一杯1000円じゃ言うとれますけど。しかも税別っすね、頭。金足りますか。この調子で言ったら3日でおけらじゃ。こりゃ頭が楽しみにしてた風俗はお預けっすね。バカだれこの。兄貴の前で余計なこと言わんでええ。そうだ、桐生の兄貴、ちょっとスマホ貸してもらえません？ん？すぐお返ししますんで。おう、ユータ、
何しようならバカ高いパフェが溶けるじゃろうが。ちょっと待ってください。ああこれでありましたよ。辰川の近況ネットに上がってました。この辰川のページ田頭に教えてもらったんですよ。ずいぶん楽しそうにしてやがるな。あの外道が遥さんが事故に遭うとるちゅうのに、本当に遥さんはなんで小川の男と。これいつの写真だ。ページのコメント見る限りじゃ2週間前。最近じゃの。背景に写っとるのは神室町の店かの。さあそこまでは分かりませんけど、どうすかね。桐生の兄貴見覚えあります？ないな。俺にも無所のブランクがあるんだ。この町じゃ3年も経てば店も随分入れ替わる。なんなら言うた、全然役に立たんじゃない。なんでそういう言い方しますかね、頭は。ほいじゃあ兄貴、これからどうしますかいの。手当たり次第ホストクラブ当たって辰川探しますか。いや、古い馴染みがやってる店があるんでな。天下一通りにあるスターダストって店だ。そこのオーナーと店長になら顔が利く。まずはそこに行ってみよう。スターダスト、この町一番のホストクラブだ。辰川が本当にこの町でホストになったんなら何か情報が手に入ると思う。僕前よりさらに強くなったと思うんですよ。今からお手合わせお願いできます？ああ構わないぜ。やったー、ありがとうございます。じゃあ遠慮なく。死ねえキリュウ。そうだしから、あいついつの間に。まあいい、時間を見つけて待ってるっていう場所に行ってみるか。Ah!
取らせやがって。時間食っちまった。ああ、キリュウさん、わざわざご足労ありがとうございます。まったくだ。で、何の用だったか。ちょっとちょっと、メール読んでくれたんですか。もう今日は最終決着をつける日ですよ。僕とキリュウさんのね。最終決着？そう、たゆまぬ努力の成果が出て、僕強さの限界に到達できた実感があるんです。僕の格闘理論を完璧に自分で表現できる状態、言うなれば集大成、完成形になれたと。ほう。なので今日はキリュウさんを倒させていただき、僕の理論が最強であることを証明させてもらいます。最強の男キリュウ・カズマを倒せれば、僕の理論が正しかったと胸を張って言える。そうなればそれを広告の歌い文句にして、格闘理論者やジムで大儲けできるのです。あざといやつだな。勝手に広告に人の名前を使わないでもらえるか。いいですよ。ただし僕に勝てればね。それじゃあ行きますよ。ラストダンスだ。死ねキリュウカズマ。最後バトル。オラフ。強くなったじゃねえか、育ち。僕もそう思います。でもやっぱり伝説の男は一枚も二枚も上ですね。ここまで強くなれたのは桐生さんのおかげです。桐生さんへの憧れ、桐生さんに勝ちたいという思いが最高のモチベーションになりました。おかげで厳しい特訓にも耐えられたし、本当に感謝しています。いや、
俺はただお前の相手をしただけだ。ここまで強くなったのはお前自身の努力の結果だ。胸張っていいと思うぜ。そうですかね。あ、そうですよね。頑張ったな、僕ちゃん。はい。でも僕の努力のきらめきはさておき、キリュウさんへの感謝の気持ちは変わりません。もし力になれることがあればいつでも力を貸しますので言ってくださいね。ああ、わかった。ん？なんだあいつ。どうかしたのか。ああ、いやいや、なんでもないです。なんか隠れボスみたいな風貌の男がいたもんで。ほう。まあ気にすることないですよ。人は見かけによりませんからね。Maybe I'm on. さてと、そろそろ僕は行きますね。今回は負けましたが、今度こそキリュウさんを超えられるように修行を続けようと思います。またいつか相手をしてくださいね。気が向いたらな。よかった。それではまた。キリュウ、カズマ。It really was Amon. あんたがキリュウさんか。話は聞いている。特別に取引してやるよ。さあ何にする？ What are you buying? よう見つけたな。また来てくれよ。時間食っちまった。いや、キリュウさん、僕また強くなったと思う。ああ。やった。じゃあ遠慮なく。死ねえ、キリュウ。Ah!
しなんという味だ。兄貴、ちょっと待ってつかさい。ユータのやつが。すみません、俺ちょっとコンビニ行ってきます。あれはパフェで腹壊したんじゃ。浮かれてなれんもん食うけ、そうなるじゃ。コンビニのトイレ借りに行ったってことか。しゃあない、わしらも行きましょう。店の中で待っとりゃええでしょう。なんだよ。うちは店にトイレないんですよ。嘘つけ。あんたらだって店のトイレ使うんだろ。お客様にお貸しできるトイレはちょっと防犯上の理由ですから。じゃあこんな店の中でうんこ漏らせってのか。あ、それなら早く店から出てってもらわないと。いいから貸せよバカ野郎。キリュウの兄貴、あいつのことはええですけ、ここで笑って見とりましょう。面倒見のいい頭だな、あんたも。じゃけど東京のコンビニっちゅうのはトイレも貸してくれんのじゃの。冷たいもんじゃ。ん？あ、兄貴、これちょっと見てつかさい。ん？東条会の六代目が無所に入るって書いておりますわ。何？控訴棄却。これから無所に入れられるってことか。どうしますか。こん方たち兄貴の仲間なんじゃろ。どうするも何も、俺はもう東条会の人間じゃねえんだ。じゃけど東条会のトップが無所行ってしもうたら、あの染谷っちゅうんが余計力つけるんじゃ。どうしたら兄貴、あいつまたキヨちゃんさらいに来るんで。何にしても俺はもう登場会の中のことに口出す立場じゃねえ。もういい加減にしてください。警察呼びますよ。くそ、分かった、もういい。あんたには頼まねえよ。桐生の兄貴、
頼んます。どこかトイレのあるとこに。ああ、スターダストはこの店出てすぐだ。そこで借りればいい。なんすかそれ、もっと早く行ってくださいよ。わかりました。じゃあ俺ちょっと先に行きますんで。あのバカタレ、兄貴に礼の一つも言えんのか、恥かかせよって。トイレに間に合えばいいがな。ほんじゃわしらも行きますか。はあ、なんじゃ。男が入ってくる店じゃねえんだよ。二度と来るんじゃねえぞ、ボラ。トイレ貸してくれるくらいいいじゃねえか。おい。ああ。俺は桐生ってもんだ。オーナーの和樹か店長の優也、どっちか呼んでもらえねえか。古い馴染みなんだが。和樹、優也、うちにそんな奴はいねえな。何？いいからとっとと消えろや、おっさん。店の前でうろちょろしてんじゃねえぞ。Stardust is now Korean.兄貴、どういうことですか、イノ。さあな。今のホストにもう一度聞いてみるか。あの、桐生さんですよね。ん？お前は？ゆうや。わかりませんか。まあ少し変わりましたがね、俺も。これでどうです？お前、ゆうやか。ゆうや。そういやさっき兄貴、店長のゆうやを呼べって。ええ、スターダストの店長でした。今は見ての通りのリーマンですけどね。お前、スターダスト辞めたのか。でも、ならなんでこんなところに。キリュウの兄貴。お？ああ。大丈夫か、ユータ。トイレを。Just go to Serena, bro. Serena is not far. マジで東京もんって何なんすか。トイレくらいいくらでも貸してくれりゃいいじゃないですかねえ。本当に漏らしとらんのか。ちびっとひっとるんじゃないか。そう思っててもらってて結構っすよ。ゆうや、二人は広島の組の人間でな、いろいろ世話になってる。ええ、それよりさっきの遥ちゃんの話ですけど、本当に子供を産んでたんですか。ああ、そうだろうな。その赤ん坊の父親ってのがこいつらしいんだ。カムロ町でホストになったらしくてな。名前は立つか。スターダストでお前らに聞けば何かわかると思ったんだが、見覚えは。見覚えありますね。本当っすか。俺が店辞める前は確かにスターダストにいました。おお、さすが兄貴じゃ。いきなり見つけてもうたの。ただ今も働いているかは分かりません。スターダストは前とはだいぶ変わりましたから。俺が辞めたのはともかく、和樹さんももうあの店のオーナーじゃなくなってるんです。和樹さんってのも桐生の兄貴のお知り合いで。はあ、もう随分会ってないかな。和樹にも優也にも俺はカムロ町で何かあるたびに世話になってた。スターダストに何があったんだ優也。あの店はお前らがいてこその場所だったはずだ。正直な話、ホストクラブもキャバクラもこの町の風俗自体マンネリで客足が鈍り始めてました。
そこに来て東上界と中国マフィアの抗争です。和樹さんも俺もいろいろ頑張ったんですけどね、赤字経営が続いてました。ところが今年の初め頃です。どういうわけか韓国の連中が急に金を持つようになって、その札開きってカムロ町中のめぼしい店根こそぎ買収してきたんです。スターダストも結局その勢いに飲まれる形で。韓国人がスターダストを買い取ったのか。ええ、しかもその時は知らなかったんですけど、その韓国人たちの裏の顔はジンゴン派でした。何？なんじゃジンゴン派っちゅうのは。韓国のマフィアだ。昔いろいろあって今も俺を恨んでいるらしい。ただほとんど潰れてもう俺を直接知ってるようなもんはいねえはずなんだがな。キリュウの兄貴、韓国の連中ともやり合ってたんすか。すげえ。確かに今のジンゴン派には若いやつが多いようでした。スターダストを買ったやつも多分幹部でしたけどまだ20代です。タツカのやつ、総合な店でホストなど続けられるんかの。もうやめとるんじゃないんかの。もしそうだとしてもあの店に達川を追う手がかりがあるはずだ。人号派がいようがスターダストに乗り込む価値はある。相変わらずなんですね、桐生さんは。ん？俺は今ホスト時代の客のコネ使って小さな会社の営業職やってます。慣れない仕事で一からやり直しですけど、元ホストがこの年で職にありつけただけでもマシですかね。だから今日スターダストの前で桐生さん見かけたのもたまたまだったんすよ。和樹はどうしてるんだ。 What do you mean? あの人は今スターダストを買い戻す算段つけようとしてます。ただそうは言っても今のカムロ町の抗争が終わらねえ限りは動かないでしょうけど。ふん、そうか。お前和樹が店を買い戻したらまたスターダストに戻る気なんだな。そんなの当たり前じゃないっすか。和樹さんの片腕になれる男なんて俺以外にいませんから。ならお前がさっき言ったセリフそっくり返すぜ。俺の言ったセリフ？お前も相変わらずだってことさ。いや、おい、あいつさっきホストクラブでユータを追い出しとったやつじゃ。いやあ、結構ですね、焼肉。うまそうな匂いだ。この店のはまた格別でしょう。お楽しみのところ失礼します。私スターダストのオーナーをやっております、ハン・ジュンギと申しまして。聞けばせっかく店までお越しいただいたお客様を。このバカが追い返してしまったと聞きましたね。なんじゃこれ。つきましては埋め合わせをさせていただけませんか。桐生一馬さん。
It's always about 先日カムロ町にいらしてたと聞いていましたが、本当にこうやってお会いできるとは光栄です。ぜひこれからスターダストまでお運び願います。店を挙げておもてなしさせていただきたい。随分強引な野郎だな。あんたとは初対面だが。私はあなたの熱烈なファンだったものですから、いけませんか。望むところだ。こっちもお前らに聞きたいことがあるんでな。ほう、おう、そうじゃ。踊れらの店に立川いうんがおるじゃろうが、わしらはそいつに用があるんじゃ。なんであれ構いませんよ。では私の招待を受けていただけるということでよろしいですね。ああ、すぐに行く。スターダストで待っててもらおうか。感謝します。では後ほどお待ちしておりますので。キリュウさん、さっきのあいつ人言派です。スターダストを買い取ったのもあいつで。ああ。本当に奴の誘いに乗るんすか。ええ。今の人言派はカムロ町の抗争に割って入ろうかって勢いなんです。東上界と中国マフィアの抗争を陰で煽ってるって噂もあるくらいで、昔潰れかけた頃とはもう別物なんですよ。危険は承知の上だ。それでも俺たちはハルトの父親を見つけなきゃならねえ。やっぱり止めるだけ無駄なんですね。本当に相変わらずだ。久々に会えてよかった。またな、ユウヤ。え、お気をつけて、キリュウさん。What do you mean that's real problem? There's an actual conflict at the moment?取らせやがって。Thank you.
らく寝てろ。Between Korea and Japan? Chonobi다! Kiri다! 같이 있는 놈들은 또 누구지? 그딴 거 신경 안 써! 다 죽어라! 어, 아니기. 만나라, 와시라니 요미다자. 한국어で 叫んでる みたいですけど. じゃ, もしかして あいつら? 人言派だな。 けど わしら 反純義っちゅうのから 招待されとったんじゃ? まだ俺を恨んでる連中もいるってことか。 今の人言派も 一枚岩じゃねえらしい。 とりあえずな! おい、聞け! 助けてくれ! 構ってる暇はねえ。 いくぞ。 찾았다! 決めた! カムロ町運は、おもろい町じゃのう、兄貴。金塊手が山ほどおる。頭、行ってるそばからまた来てますよ。今頃、半純義が待ちくたびれてるな。キリュウの兄貴、あとはわしらで片付けますわ。先にスターダストに行っててつかさい。わしらはここでお楽しみじゃ。キリュウの兄貴、頭の言う通りです。俺らもすぐ追いつきますから。 本当に大丈夫なの?What do you mean continental?俺らもたまには役に立たねえと。東京まで来てみないし。さあ兄貴、早う行ってつかさい。わかった。あんまり遅れるんじゃねえぞ。ヘイ。オールジャップワンツークバイジャップ?What do you mean?わしは今最高に乗っとるわ。おう、踊るらもっと仲間呼んでこんけ。全然食い足りんじゃろうが。
桐生の兄貴。ユータ。頭が桐生の兄貴についてろって言うもんで。何？ようこそおいでくださいました、桐生さん。遠慮はいりません。さあ、お二人ともどうぞ。南雲はどうしてるんだ。頭は大丈夫っすよ。マジで喧嘩が楽しくて仕方ないみたいです。これで清美さんのことを吹っ切れるんじゃないですかね。そうか。ずいぶんお時間がかかったので心配しましたよ、桐生さん。お前は部下のしつけがなってねえらしいな。ゲストに手荒い歓迎とは恐れ入る。私の部下たちが？それは失礼を。まさかそんなバカはすまいと高をくくっていました。後できっちり叱っておきましょう。それよりいい店でしょ。前のオーナーはセンスがいい。 This guy looks like one of my nephews. 何年も変わってないようで今じゃちょっと刺激が足りない。客がいねえとこ見るとせっかく買い取った店もあまりうまくいってねえようだな。これは手厳しい。ですがここはあくまでも表の顔でしてね、一元の客を案内する場所にすぎません。貪欲な女性客を引きつけるのは常に裏側に潜む危険な香りなのです。そして我々はこの店をカムロ町で巻き返す第一歩としての拠点と考えています。我々？あなたはもう私の正体にはお気づきなんでしょう。人言派ってことか。ええ、うちの人間には確かに桐生さんを恨んでいる人間もいます。あなたのおかげで人言派はほとんど壊滅させられたとね。ですがそう考える者たちは今まさに生まれ変わろうとしている人言派にとって害悪です。私に言わせれば昔朝鮮に攻め込んできた秀吉もあなたも大して印象は変わりません。堂島の竜が恩敵だったのは過去の話。私に限ってはもうあなたのことは水に流しています。だったら俺に何の用だ。あなたとお近づきになって古い意識を捨てられない部下たちに私の力を示したいんですよ。どういう意味だ。その前に桐生さんにはぜひこの店の裏側をご覧いただきたい。全てはそこで。ご案内しますよ。桐生の兄貴大丈夫なんですか。あいつらが俺らをやる気ならもうやってる。そういうもんすか。それにもし達川がこの店にいるならあの階段の奥なんじゃねえか。確かに。ホストクラブってやつなんすか。下品な世界でしょう。でもこれが前のスターダストに足りなかった刺激です。ここは人呼んで東京新天地。言い訳するわけじゃありませんが私も上のフロアの方が好みです。ただ単純に客が好きなのはこちらの世界なんですよ。男の体というダイレクトな欲望を満たしたがっている女性たちは私が思っていた以上に多い。カムロ町に初めて来た時私は思いました。この国の欲望は抑えつけられすぎている。ホストクラブにキャバクラ、
どちらもこの町の二大風俗産業です。しかしそのどちらもが来店している客の本当の欲望から程遠い位置に存在している。キャバクラに通う男は女と飲みたいだけじゃない、疑似恋愛がしたいはずだが、そこには高い壁が用意されている。ホストクラブも同じです。客の女たちは若い男の若い肉体を求めているはず。だから私は日本独自の品というものを省き、素直にその欲求に応えられるようサービスを改革したんですよ。もう十分分かった。だがあいにく俺には興味がねえ。それでもあなたは帰るわけにはいかないんでしょ。辰川というものをお探しでしたね。そうだ、辰川はここにいるんだろうな。どいつだ。残念ながら辰川はもうこの店にはいません。それでも彼を探す手がかりはご提供できます。It's techno. ただしその前に、あなた方には我々の余興にお付き合いいただきたいのです。タスカーの情報はただじゃないってわけか。飲み込みが早くて助かります。兄貴、どういうことなんです？あのリングはホスト同士を殴り合わせるショーの舞台でしてね。普段は客がひいきにしているホストを指名してリングに立たせています。レディーたちにとって可愛がっているホストが血を流し合う姿には他では得られない興奮があるのだとか。なんだそりゃ。ただし本日のメインイベントは堂島の竜とこの私のデスマッチ。ご安心を。もちろん1対1の勝負です。受けていただけますか。俺も安く見られたもんだな。こんなところで見せ物になる気はない。帰るぞユータ。わざわざ相手の土俵に上がることはね。よう、あのリングであんたを倒せば辰川の情報を聞かせてくれるのか。ええ、お約束します。そうか、だったら俺が相手してやるよ。君が？ユータ、どういうつもりだ。兄貴、断る理由なんかないじゃないですか。こいつのムカつくホスト顔を殴れる上に辰川の情報まで手に入るんすから。ロールユータ、俺がカムロ町に来たのは辰川を見つけ出して半殺しにしてやりてえからです。あいつはみんなが大事にしてたハルカちゃんを傷物にしやがった。それを考えると腹渡りにくり返ってどうにも収まんねえ。だから俺は辰川を追う情報が手に入んならいくらでも見せ物になってやりますよ。お前いいでしょう。堂島の竜をリングにお招きできないのは残念ですが、君も可愛い顔している。客が喜びます。お集まりのレディーにお知らせします。今宵もまた皆様に屈強な男たちの血を持っておもてなしさせていただきます。当店自慢の流血の宴、そのお時間となりました。本日のシェフはこの私、スターダストオーナー
半準備が務めさせていただきます。Korean Virgin. Yuta. 心配しないでくださいよ兄貴。結局のとこ正面切ってタイマン張ろうって言われてるだけじゃないですか。We all know how this is going to end. 広島ヤクザをなめんでください。お名前をまだ伺っていませんでしたね。陽明連合会広瀬一家若衆宇佐美優太。感謝します。宇佐美さん、あなたには堂島の竜を釣るための餌になっていただきます。あんまり人のこと舐めてっと痛い目見るよ。なるほど、では期待していますよ。さあ、ロングを。もう一丁。You have a brother? なかなかいいよ、ユータ君。これで君も桐生の兄貴に顔が立つでしょ。待て。まだ終わったつもりはありませんよ。ユータはもう十分務めを果たした。どれだけお前にいたぶられようが最後まで前を向いたまま倒れた。こいつはこいつなりの強さってのを証明したはずだ。俺が相手になってやる。お前の狙いは俺だろう。なるほど、ではメインイベントに移りましょうか。お勤めご苦労様。Say hi to your big brother. ひざまずかせることで私は人軍派に過去の遺恨を忘れさせることができます。我々は新たな時代に向けて生まれ変わらなければなりませんから。リピューター。お前にこの俺を倒せればの話だがな。おいはあなたほどの男の目をも曇らせる。時代は移り変わります。もう桐生一馬の時代は終わったんですよ。あなたに引導を渡す栄誉に私は今胸が躍っています。何とでも言え。約束は忘れるな。半巡儀。
達川の情報ですね。もちろんです。私はヤクザとは違います。スポーツマンシップにのっとるのが好きなたちでしてね。この戦いが進めば知っていることは全部お話ししましょう。ですから手加減はしないでくださいよ。余計な心配はしなくていい。ゴングを。今この場にいる者は全員ここで竜の伝説を弔うのだ。余興は終わりだ、半純。私に恥をかかせる気か。ユータ君を放しなさい。
ナイフなど無用だ。 At least he's very prideful. お前らは何をしている？拍手で勝者を称えるのだ。桐生一馬を、この半純義を倒した堂島の竜を。素晴らしい。そして何より美しい。ジングオン派の古い人間たちがあなたにこだわり続ける理由がよくわかりましたよ、桐生さん。それがお前のスポーツマンシップってやつか。男として美しくありたいだけです。それを貫く姿こそが私にとっての戦いであり勝利であると固く信じています。あなたに敬意を。ご心配なく、約束は守ります。怪我は痛むかな、ユータ君。あんたこそ桐生の兄貴にやられたんだろう。お互い様だ。恨みがましい目をするな、君は。喧嘩といってもフェアに徹したつもりだがね。それは君にも伝わっているはずだ。さあ、戦いは終わったんだ。握手をしよう。調子狂うな、クソ。達川の写真だ。お前の言う達川もこいつのことだな。間違いねえか。ええ、我々がスターダストのオーナーになって間もなく辞めましたが。達川は今どこにいる？その前に、なぜ彼をお探しで？あんな小物とあなたにどういう接点があったのですか？お前らには関係ないことだ。確かにその通りです。ただあなたの動向を我々も全く知らないわけじゃありません。お互い腹を探り合ったまま踏み込まないんじゃ美しくないとは思いませんか？例えば数日前、沢村遥という女性が不幸にも事故に遭われた。もちろんその方が桐生さんにとってどういう人なのかも我々は知っているつもりです。今あなたが興味を持って動いていることはその関連に尽きるでしょう。となると、達川君も沢村遥さんの事故に関わっていると？余計なことを喋るつもりはない。それとも達川は今もお前にとって元従業員以上のつながりがあるのか？つながりはありませんが、達川君はなかなか面白い男でしてね。どうやら彼は本気でホストをするためにカムロ町に来たわけではないらしい。達川がスターダストでホストをしていたのはある種の目くらましだったと私は考えています。目くらまし？達川はスターダストを辞めるとすぐにアジア街に出入りするようになりました。彼が中国語を話せるのはご存知でしたか？何？間違いないです、桐生の兄貴。達川は中国語ができます。俺や田頭にも教えられるくらいで。ほう、君も中国語がわかるのか。大方可愛い中国娘でも口説こうとしたんだろう。そう、それがなんだよ。外国語を覚えるにはそういうきっかけが一番ですから。達川君は店を辞めた後、その中国語を生かしてアジア外のマフィア、
採用会のお抱えの情報屋になったのです。むしろ彼は初めからその情報屋になるつもりでカムロ町に来た節がある。それじゃ達川は尾道にいた頃から中国マフィアとつながっていたってことか。で、その中国人とのつながりを隠すためにカムロ町のホストになった。ユータ、達川はそんなことをするような男だったのか。ガキの頃から知ってるんだろう。そうなんすけど、なんかちょっと想像できないっす。キリュウさん、なぜ達川をお探しなのか訳を話してはもらえませんか。私としては大いに興味があるのですが。そこまで話す義理はね。達川の情報はさっき俺たちがリングに上がった時点で聞かせてもらう約束だ。ごもっともです。確かにそういうお約束でした。いいでしょう。私は達川君がねぐらにしている場所を知っています。どこだ。カムロ町の中ですよ。占領通りから脇道に入ったところに大岡ビルというのがありましてね。そのビルの2階に時々中国の女を連れ込んでいるようです。わかった。それだけわかりゃ十分だ。あ、兄貴、お会いできて光栄でした。キリュウさん、ジンゴン派が東上界と中国マフィアの抗争を陰で煽っているなんて話を聞いたが。彼らが潰し合ってくれれば確かに我々にもカムロ町の取り分はできるでしょうね。ですが陰で抗争を煽ってるなんてのは言いがかりです。とでも言っておきましょう。そうか、邪魔したな。またいつでもおいでください。歓迎しますよ、キリュウさん。Yeah, Haruka was involved in an accident, and suddenly Kiryu discovers that she has a baby, almost 1 year old. Kiryu の兄貴、早速達川の屋さんに行きますか。あれ、どうかしました。達川のねぐらは占領通りの脇って言ってたな。Haruka がひき逃げされたのも占領通りのそばだった。事故現場からすぐ目と鼻の先だ。偶然にしちゃできすぎている。え、達川に話を聞かねうちはまだ何も分からねえ。だがもし奴が遥の事故に関わってたとしたら、俺は自分を抑えられる自信がない。遥の父親だろうが、お前の古いダチだろうがな。分かってます。俺も同じ気持ちですよ。兄貴、俺南雲の頭を呼んできます。この後例の大岡ビルの前で待ち合わせでいいですか。ああ。俺らが行くまで踏み込まないでくださいよ。達川に逃げられねえように人手がいた方がいいですから。それじゃあ。See that baby? It's Haruka's baby.
何見てる。しばらく寝てろ。すいません、ちょっといいですか。うん、なんか用か。つかぬことを聞きますけど、あなた、ヤクザですか？YouTuber。 いや、その、あなたはヤクザかなって。その棒は何だ？これですか？自撮り棒ですけど。自撮り棒？それよりですね、あなた、ヤクザですよね？よね？俺は仇だ。そもそもなんでそんなことを聞く。ほんとっすか。あなたみたいな一般人がいます。困ったな、これじゃせっかくの企画が。何のことだ。いや、あのですね、僕筒井優と申しまして、今神室町でヤクザに話しかけてみたっていう動画をネットに投稿しようと思ってるんです。どうです、やばいっしょ。これは再生数伸びますよ。 Like, comment, subscribe. よくわからんが、この街であまりバカな真似はしない方がいい。そんなのネットでビッグになるっていう僕の野望の前では些細なことですよ。こんなことしてる場合じゃないや。今度こそ本物のヤクザ探しに行かないと。それじゃ。You're in for trouble, little boy. しばらく寝てろ。ジャーマンスープレックス。仕方
たね。キリの兄貴、こっちです。さすが兄貴ですの。カムロ町に入ったその日にタツカのヤサ掴むっちゅんはやっぱりカムロ町に詳しい兄貴ならではじゃ。わしらだけじゃこうはいかんかったですわ。お前もよく無事だったな、ナグモ。人言派の連中相手に大したもんだ。あの頭、さっき俺と会うまでずっと韓国人とやり合ってたとか言ってましたよね。あ？でもなんか頭の体から石鹸みてえないい匂いがプンプンするんですけど。お？ああ、まあ実を言うとユータを先行かせた後すぐにジンゴンファの連中もおらんようになってな。でわしもスターダストに行こうと思ったんじゃけど店の場所がわからんようになってしもて。それで？それで、まあカムロ町の夜の街を歩き回っとったの？まさかとは思ってましたけど、頭行ってきたんすね、カムロ町の風俗。おお、結果から言うと、Yeah, I guess。マジかよ。わしはのカムロ町の空気っちゅうもんを肌身で感じときたかったんじゃ。けど兄貴、やっぱ東京の女子は下品なまでにええですの。いやーけしからん。後でわしの行った店紹介しますけ、そがに怖い顔せんでくださいよ。なるほど、半純義の風俗が儲かるわけですね、桐生の兄貴。だな。あ？何言うとるんじゃ。それより達川だ、ウォーカビルってのがあれらしい。ソプロンはあマッサージサロン。タツカのやつ、屋さんにいればいいんすけど。ビルの2階って話だった。行きましょう兄貴。わしらのハルコさんに手出したバカだれじゃ。とりあえず痛い目見せとかんと。話はそれからじゃ。どの部屋っすかね。全然人のいる気配がないけど。おいよ、表札でも出とるんかの。そこの部屋はどうだ。おう、ユータ、そここっそり開けてみ。火が開いてる。ええから早入れ。なんじゃ。これは
dead. Some days ago. Tazukawa-da. Nanjato? Maji ka yo. Nande? Konna? It took quite some time to ask me to save.会社は男も女もお前と面識がなかったってことだったな、桐生。ああ、達川は写真で見たことがあるだけだ。女の方は顔も名前も知らない。そうか、まあそうだろうな。しかし仏になってた達川は例の赤ん坊の父親って話だったな。すると達川はお前が親代わりになって育てた娘に子供を孕ませた元ホストだ。お前がその達川をぶち殺したっていうストーリーも十分考えられる。よせよ本庄、くだらねえ難癖つけんな。完全にしろって証拠が出ない限り事件の関係者は全員グレーでしょう。達川はホストを辞めた後アジア街に出入りしてた。How is it now?I think it's a bit too loud. What about now? Chinese mafia の情報屋だったらしい。そのことを警察は知っていたのか？いや、全くマークできてなかった。だが、タツカをやったのはおそらくその中国マフィア。西洋界の連中だ。これまで奴らが関わってきた殺しと凶器や手口が似ている。ちなみに言うと、タスカワと一緒に死んでた女はカムロ町のホステスだった。タスカワと付き合ってたらしいが、かわいそうに巻き添えになっちまったんだろう。伊達さん、あまり事件の情報をこんな奴に話しちゃまずいでしょう。桐生は広島まで行って赤ん坊の父親を探し出したんだ。そいつが死体で見つかったとなりゃ、うちにも役に立つ情報を持っている。タスカワの身元がすぐに分かったのも桐生のおかげだろう。I see. なら、こっちからもある程度の情報は出してやらねえとな。What about now? 二人のやっていることは、馴れ合いにしか見えないんですよ、俺にはね。こいつがヤクザだったのはもう昔のことだ。いいんだ、伊達さん。それよりこの後またセレナで会えねえか。他にもいろいろ聞きたいことがあるんだ。わかった、俺一人で行く。キリュウ、お前は先にセレナ行って待っててくれ。ああ、頼む。この店、猫カフェなのに猫全然いないじゃない。今はいませんけど、そのうち。何それ、お客をバカにしてるの？もう来ないわよ、こんなクソカフェ。
猫のいない猫カフェ。I think he lost the cats. Did you see how high I jumped? しばらく寝てろ。いらっしゃいませ。本日はいかがされますか？いや。そうですか。こそニャンニャンサボーへ。ニャンニャンサボ。ニャンニャンサボーは猫との交流を楽しめる今流行りのいわゆる猫カフェです。ニャンニャンの可愛い仕草に癒され、明日への活力を生み出す、そんな場所を目指しています。それは立派な心構えだがそのニャンニャンはどこにいるんだ？ほら、あそこに。ん？うちのナンバーワンキャットのブリトニーちゃんです。ブリトニーちゃん。さあブリトニーちゃん、おいで。カムカム。あれや、お前全然飼いならせてないじゃねえか。はい、猫は大好きなんですけどね、なぜか猫からは好かれなくて。それは厳しいな。というか猫はあいつだけなのか？はい、他の猫はその逃げちゃって。逃げた？はい、この店のオープンに合わせて猫を何匹か用意したんですけど、みんな僕に懐いてくれなくて、僕が目を離した隙に愛想つかして逃げちゃって。はあ、やっぱり僕には猫カフェ店長になる資格はないのかな。まあ逃げたなら仕方ない、また買い足せばいいんじゃねえか？無理ですよ、脱サラしてこの店始めたばかりで、とにかくお金がないんです。それにそもそもうちは野良猫しか扱わないって心に決めてるんです。野良猫？はい、血統書付きの高級猫を扱う店はたくさんありますけど、野良を扱う店はありません。うちは野良猫千本で勝負して他との差別化を図りたいなって。
もちろん野良猫も野良のままじゃなくてちゃんとケアして綺麗な猫ちゃんにしますけどね。ほう、野良猫限定猫カフェか。まあ珍しいとは思うがな。でも野良猫って人慣れしてないじゃないですか。だから絶対僕に懐かないし、みんな逃げちゃうんです。一人慣れてて僕にも懐いてくれるような野良猫だけを揃えられればな。そんな都合のいい話あるわけねえだろう。ん？なんだ、俺か。仕方ねえな。よしよし。すごい。あのブアイソーブリトニーちゃんが懐くなんて、すごいですねあなた。そうなのか。人懐っこい猫じゃねえか。いやいや、ブリトニーちゃんは懐かないので有名なんですよ。もしかしたらお客さん、猫に好かれる才能があるのかも。The power to befriend cats. あの、よろしかったらちょっとばかり力を貸していただけないでしょうか。その野良猫を懐かせてほしいんです。野良猫を懐かせる。はい。野良猫は人慣れしてないから僕には絶対懐いてくれないし逃げてしまう。でも猫に好かれる才能があるあなたが野良猫を懐かせて人慣れさせてくれれば。人慣れした野良猫だけを揃えてこのカフェが無事運営できるというわけか。はい、ナイスアイデアだと思いませんか。なぜそんなに野良猫にこだわる。だってかわいそうじゃないですか。ん？ブリトニーちゃんもそうですけど、猫は本当に可愛いんです。それは血統書付きの高級猫も野良猫も品種も雑種も関係ありません。どの猫も同じくらい可愛くて魅力のある存在だと思うんです。でも野良猫って下手したら保健所に入れられて処分されちゃうかもしれないんですよ。カムロ町は特にその辺厳しいんです。でもそんなの嫌じゃないですか。僕は野良猫を一匹でも守りたい。そして汚い野良猫だって磨けばこんなに可愛くなるんだってことをみんなに分かってほしいんです。仕方ねえな。少しだけなら協力してやるよ。本当ですか。ああ、別にこの店のためじゃねえ、野良猫のためだ。確かにこいつらが処分されちまうってのは俺もいい気分はしねえからな。ありがとうございます、お客様。キリュウだ。キリュウさん、あなたは猫カフェに降臨した神様ですよ。よろしくお願いします。で、俺は具体的に何をすればいいんだ。はい、キリュウさんには街で野良猫を見つけたら餌をあげて懐かせてほしいんです。野良猫は餌をあげても一度きりだとあまり懐かないですけど、何度かあげれば懐くかと。野良猫を探して餌をやればいいんだな。はい、でも猫によってどんな餌が好きかは違いますので、そこは気をつけてください。懐いたら全国どこでも駆けつけますので、よろしくお願いしますね。成果に応じて協力していただいたお礼もお渡しできればと思いますので。わかった。それじゃあ桐生さん、よろしくお願いします。やれやれ。Oh, I don't need to do 100% the completion list for the platinum. Oh.
取らせやがって。しばらく寝てろ。何見て？あめぶ。だけだね。後悔する。時間食っちまった。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ほっほー。なあ、そこのあんた。ん？あんた、
ダーツに興味ない？何？いや俺さ、最近ダーツにハマっちまってね。今日もダーツ勝負がしたくてこの店に来たんだよ。だけど困ったことに勝負する相手がいねえ。だからあんたに声をかけたってわけ。なんだこのなれなれしい野郎は。ねえ、どう？悪いが今は忙しい。また今度にしてくれ。ノリ悪くね。まあいいや、俺はしばらくここにいるから、対戦したくなったらいつでも声をかけてくれよ。お、どうよ、俺と勝負した。いいだろう、暇だし相手になってやる。お、あんた見た目に似合わずノリいいじゃん。俺は赤い静和ってんだ、よろしくな。俺は桐生だ。よっしゃ、それじゃあ桐生っち、いっちゃ勝負だぜ。Gonna keep it simple. 全力で来い。決めるぜ。よし。Out. Yoshi. Are. Okay. Sasuga da.なかなかやるじゃん。ポールさん、サインください。握手してください、ポールさん。ん？一体何の騒ぎだ。あれはまさかポールリム。何？すげえ、本物だ。おい、一
体誰なんだ、そのポールなんとかってのは。あんたダーツをやるのにポールリムのこと知らないの？ああ、聞いたことねえな。いいか、ポールリムってのはな、昔ダーツの世界大会において史上初の完全試合を達成した伝説のプレイヤーなんだ。だから俺たちダーツプレイヤーにとっては雲の上の存在、まさにイける伝説なんだよ。ほう、あのさん、そんなにダーツがうめえのか。ちゃ、おっさんだなんて、もし聞こえてたらキレられちゃうぜ。うわ、ほら見ろ、こっちに来てるじゃんよ。あんたがおっさんだなんて言うから。 I've been watching you guys play。 英語か、一体どういう意味だ。マジっすか。お前英語がわかるのか。ああ、俺はこう見えても帰国子女だからな、英語に関しちゃ右に出るやつはいないぜ。そうなのか。それで今のは何て言ったんだ。ああ、今の俺たちのゲームを見てたって。 You got ways to go, but I can tell you, you have got a talent for this. え、マジっすか。おい、なんだって。俺まだまだ未熟だけど、いいダーツのセンスしてるってよ。まさかポールリムに褒められるなんて。He wasn't talking about you, man. 夢のようだ。アザース。あー、 not you。 え、 you。 何、俺か。 Yes。 What's your name? Name?名前か、キリュウだ。 You have the potential to be a great player, Kiryu-san. I hope you continue to enjoy darts and keep polishing your skills. あんたはいいプレイヤーになる可能性がある。だからこれからもダーツを楽しみながら腕を磨いていけ。I look forward to the day when we can have a heated match. いつかあんたと熱い勝負ができる日を楽しみにしてるよ。はははは。はだってさ、チェックショー、いいな。あのポールリムに将来を期待されるなんて、あんた羨ましすぎるぜ。知らねえおっさんに褒められても大して嬉しくはねえが。でも確かに俺もさっき対戦してて思ったよ、キリウッチはなかなかの才能を持ってる。そうか、自分じゃそんな実感はねえが。いや、この俺やあのポールが言うんだから間違いねえさ。あ、そうだ、今日俺と対戦した記念にこれをやるよ。これを使ってもっともっと練習すればきっといいダーツプレイヤーになれると思うぜ。まあそれでもあのイケる伝説ポール・リムには勝てないと思うけどな。イケる伝説ポール・リムか。時間があるときはいろいろな連中と対戦してダーツの腕を磨くのもいいかもしれねえな。ありがとうございました。
時間食っちまった。桐生さん、どうも。お前、ジョー、なんでここに？どういうつもりだ？いつかは俺たちもカムロ町に乗り込まなきゃいけないって思ってたからね。桐生さんが行くんならちょうどいいと思ってさ。せっかくだからみんなで上京してみたんだけど。みんなでって、お前な。まあいいじゃない。それだけうちらも本気ってことだよ。そうそう。一応アジト代わりにしていいって店を確保したんだ。 M サイドカフェっていうミレニアムタワーの横のカフェなんだけど、今から少しだけ時間ある？仕方ないな、少しだけだぞ。こんな場所に俺らがたむろして構わないのか？この店、マスターの知り合いが経営してるらしくてさ、掛け合ってくれたんだ。あのマスター、一体何者なんだ？おお、本当にやがったな、ジョーの野郎。お前ら。お前の動きなんてな、こっちには筒抜けなんだよ、ジョー。ジョー、ここに来たからには、もう容赦しねえぞ。カムロ町はジャスティスのホームだ。尾道みたいにお前らにやりたいようにはやらせねえ。そんなの覚悟の上だ。そうじゃなきゃこんな喧嘩なんか売らねえよ。それよりどうだ、久々に怠慢でも張るか？断る。この人はカリスマレインメーカーだぞ。お前みたいな三下の相手をしている暇はない。勘違いしてんじゃねえぞ、じゃあ。お前らの相手は俺たちがやらしてもらう。最近退屈だからよ、相手してくれや。おい、ジョー、何なんだこいつらは。六教人の最強タッグ、天山小島、通称天小島です。俺と岡田がジャスティス作って潰そうとしたギャング、カラーズの中心人物だった奴らです。カラーズの？なんでそんな奴らがジャスティスに入ってるんだ？岡田はあいつらの力が欲しかったんでしょう。二人ともクソ野郎ですが、腕は確かですから。おお、ジョー君、分かってんじゃねえか。そうよ、カラーズからジャスティスに鞍替えしてもな、俺たちがチャンピオンだ。If you played older Yakuza, they know who they mean. You can know what, who they mean by Koro Gang. 俺たちは 1+1 で200だ。10倍だぞ。10倍。おい、計算間違えてないか？それを言うなら100倍だ。細けいこと気にすんなよ。スケール感の問題なんだよ、この野郎。細かいツッコミ野郎は。ぶっ殺しちゃうぞ、バカ野郎。まあまあまあ、天下の六教人がこんなところで三下と戦うのをよしましょうよ。我々の格が下がったように見られてしまうね、レインメーカー。ああ、
そうだな。そういえばあんた前にも一度会ったよな。ああそうだったかもな。偶然ってのはあるもんだな。あんたに恨みはないけど、俺の邪魔をするなら悪いけど排除させてもらう。上等だ。せいぜい楽しませてくださいよ、気流海さん。それでは。てめえら覚悟しとけよ。あいつらがジャスティス本体か。こっちでも厄介なことになりそうだな。チームの編成をしたり、ジャスティスと戦うときはここに来て声をかけてください。分かった。しばらく寝てろ。何をやってんだ。目障りだ。ったく、時間食っちまった。気をつけろよ。おかげで助かりました。
かい。出撃だ。出番やな。All right, I'm gonna stop right before I reach Serena. よお疲れ様でした。いい戦いぶりだったぞ。Thanks for hanging out as usual, Mitsuki-san. All right. See ya.